はい、今ねどこにいるかというと、高知県の安芸市にいます。安芸ということで、人口でいうと1万5000人ぐらいかな、15,740人ということで、都市です。岩崎弥太郎の出身地として有名なんですね。で、駅がちょうど右側なんだけど、まあ、15,700です。まあ、大きな都市じゃないですね。市としては少ないです。町の人口とこのくらいの人口と結構あったんです。で、ちょうど今安芸の警察署の右側になりますけど、なんでこの辺り一応中心がこの中心ですね。この辺りはね、高知市の中心駅からだいたい40キロぐらいの地点ですね。ここね、この55号線、国道55号線をね走ってます。さっきなんかレギュラーガソリン入れたら179円だったんですよ、この富岬のところね。まあ、あの高い、表示されてなかったんで価格が高いと思ったんだけど、いかにせん買い置くだなと思ったんだけど、おかしいなと思ってね。そしたら高知県が47都道県の中で一番高いんですよね。びっくりしたね、見たら。だから一番安いところと比べて千葉が安かったかな、17円ぐらい差があるんですよね。なんで本当に港、海外が輸入して港から近いところだって安いですし、ちょっとそこから遠くなるとね、多分高くなってくるってあるのかなって感じがするんだけど、高知が一番高いということでさ、急車の時に知りました。秋の総合病院が見られてるんです。三菱市のことです。市営給食の用紙、格好だったら一応市営者